ちらまだ空いてますので、手前に偏ると見づらくなります。どうぞ奥までお進みください。さあ、こちら真ん中では一番小さなアシカと、あとは一番大きなミンチがトレーニング中ですが、ミンチはなんとほふく前進のような動きをしています。大きな体をこのように寝転ばせるとあまり見えなくなってしまいますが、そのままゴロゴロ転がっていましたね。さあ、アシカの体よくご覧いただくと、茶色から黒い体の色、そして目の後ろに小さな突起があるのが特徴ですが、これは耳たぶです。なんと人間のようにアシカには耳たぶがあります。そしてそんなボスミッキー、今から輪投げに挑戦。さあ、上手に加えられました。ここから返すまでがトレーニングですが、返すのは失敗。もう一度、はい、これも上手に返すことができました。じゃあ一番小さなアシカナギは一番高いところから飼育係を見てジャボーンと飛び込んでいきましたね。あとは残すところ、こちら真ん中ではミッチ、手前ではアスカですが、このミッチ今年7歳になりました。まだ若いオスのアシカです。これからこのミッチの子供もできることかと思いますので、はい、お母さんはありますが、となると70キロ近くまで成長します。あと一番最初に挙げていたのはミレットというイネ科の植物です。Thank you.
大事不小。
サメエリの触れ合い方は優しく背中を撫でてあげてください。押したり握ったり引っ張ったりするとサメやエリの爪が通って弱ってしまいます。嫌な触り方をすることによって真ん中の方へ逃げてしまい、後から来るお客様の触れ合いなくなってしまいます。触ってみたい。